今韓国にいる僕のお母さん、ごめんなさいです。日本が好きで日本に来たけど、最近悩みがあります。まあ、学校も行きたくないです。いつもエレベーターで、学校ではどんな楽しいことがあるのか、いつもそんな楽しみだったけど、最近行きたくないです。いつも歩いてる場所だけど、今日は、まあ雨も降ってるんだ。今日は空も泣いているんですよね。もうこれ以上無理だと思って僕は決心しました。これを皆さん、今格好に来ました。これを買いました。チェンジします。これは僕はどこで食べたんでしょうか。今韓国にいる僕のお母さん、ごめんなさいです。日本に入国するとき、お母さんがマスクをめちゃくちゃ買ってくれたんですけど、10月25日に日本に来たじゃん。またお母さんのマスクがこれぐらいめちゃくちゃあります。しかし今日これを買いました。日本のマスク、明日からこれを使います。マスクがめちゃくちゃ多いのに、なぜ僕が日本のマスクを買ったのか。これは自己満足です。そのマスク使っている人は 100% 韓国人、まあ 90% だから、なんかどっか行ったらね、まあお店のチラシする人いるんじゃん。髪の毛は日本人みたいですけど、マスク見てなんか、すみません、ここの店韓国料理もあるし韓国お酒もありますよ。最初にはね、どうやって僕韓国人のこと分かったのか。その日、次の日、一人で悩みました。その人どうやって知ってたのかなと思ったら、マスクだったです。学校に今はなんか留学生たち多くなったけど、さっきのマスクする人は 100% 韓国人だから、なんかタバコ吸いに行ったら、そこで知らない韓国人が韓国語で話をかけて、それ嫌です。日本語で話をしてほしいですから。まあ、今めちゃくちゃマスクがいっぱいあるんですけど、まあこれ買うのマジめちゃくちゃお金がもったいなかったけどね、お金がもったいないだと思ったけどね、買いました。明日からこれを使います。バラララララ、僕も明日からは日本の人になるんだ。え、これ太いやつやん。あ、普通のマスクじゃないか。太い。こういうわけで、僕はマスクを買ったことを皆さんの前で話した方です。それだって楽しくやったよ、メロディー泣きながら。